はい今回は7月7日の東京都知事選の裏側で行われていたことを推測しますあとですねリコールの件について考えていきます今回もよろしくお願いいたしますリコールの件はリスナー様からあのコメントをいただきまして、えー、僕なりに精一杯調べましたあのこのまま終わると悔しいのでね皆さんも思いは同じですからあどうにかこうにか手はないかとで手はあるんですよそれを考えていきます あくまで、まあ、僕が調べた推測、憶測ですが、間違ってないと思います。きちんとした根拠があります。で最初にですね、ちょっとあの、まあ、悪口とかではないんですよということでね、お一つ、まあ、調べて分かったことがあるんですが、今回のですね、東京都知事選に出られた内海悟さんという方はいらっしゃいますよね。 いいいこととをおっしゃる方だと思いますただしこの方っていうのは10個中ですね9個いいことを言って一つまるっきり意味がわからないことを言うんですがそのことその一つの内容をちょっと考えていこうと思うんですが内海悟さんは634の不正はないと言っているんですねずっとこのことを繰り返し言っているんですよ期日前投票の方が危険であるっていうことを言っているんですねねこのう僕は内海悟さんをね、えー、まあ,あ まあその何て言うのかな明らかにおかしいことを言ったりするんで懐疑、えー、的な面があるんですが、まあ、その一つにこれがあるんですよ。内海、えー、悟さんはですね634のズルはないってことで裏を返すとじゃあちが違うズルがあるのかなって思うんですけどね例えばせんべいのズルとかね、えー、それはそれで今度お伝えしようと思いますがせんべいのズルとか あるいは、総丸賞のズルとか、そういうことを言ってるのかなと思うんですが、まあ、いずれにせよ、この内海悟さんって方は、あこのズルはないっていうことを多分主張されてるんですが、ズルはあるんですよ。うん、今回、そのズルをね、えー、見つけたんで、多分こういうことで、こういうズルをしたんだろうなと。で、この方っていうのは、この期日前投票の方が危険と、こういういいことも言うんですよ。この方はどちらかっていうと、まあ、10個中8個、ないしは、8個か,、ね、なかないしは9個はいいことを言います。 ただし、えー、それをですね、すべて打ち消すかのような、この一つ、おかしなことを言うんですね。それが今回のこの634によるズルはないと言ったって、僕はあると思ってますし、皆さんも多分あると思ってるんですよ。例えば、内海悟さんを支持する。支持するのは別に人それぞれの自由だからね。別に僕は何にも言いませんよ。うん、ただその支持される方がおかしいことを言ってるよねって、まあ、ちょっとはそういった疑問を持っていただいた方がいいと思うんですよ。 まあ僕がこういった話をするとね、えー、必ず否定の意見が出てくることは分かってるんですけど皆さんの役に立てればと思って、えー、僕なりに調べて精いっぱいお話ししてます。で今回のですね一つ分かってることがあるんですがあ集計の謎があるんですね多分これで、えー、まあやったっていうかまあこれズルのパターンですねこのパターンでズルをしたと思います。な何どこどうやってズルしたのかっていう話なんですが東久留米市ってねあるじゃないですか東京の。 東京の東久留米市の、ね、開票結果が非常に謎なんですよ。それを考えていきます、えーまあ、どういうことなのかというとね夜の10時夜の10時半夜の11時、えー、夜の12時半のこの順番なんですが、まあ、この今回の主要な3人ねこれはあのきちんと出てるので別にデタラメとか適当とか、ね、出てるものを調べてこれおかしいということをあのもう確信したんでそれを言います。 まず小池百合子は夜10時では3,000、えー、夜10時半では1万3,000、えー、夜の11時では2万6,000、えー、夜の12時半では2万6,283票ということですよねで次がポイントなんですよ石丸と蓮舫さんなんですねいきますよ調べると東久留米市の開票結果を調べると夜の10時、えー、石丸は3,000 えー、夜の10時半、あ石丸1万1千夜の11時、えー、石丸1万2千で、えー、夜の12時半ですね。かなりの表なんですね。なんかもう、表がね、ちょっと多すぎて、ちょっと待ってください、1。なんかもう、意味がわからないですけど、夜のお、まあ、12時半,半の時点でね、ね、えー、1300万入ってるのかな、これ。1 10, 100,、10、100、0 0 0 うん、なんか、でわけわからないんですけど、まあ、こ,こ,のこのわけわからないのは、ちょっと後で、まあ、保留しておきますよ。13022304ということなんで、まあ、気になる方いたらね、えー、ちょっと待ってくださいね。11001300万票かああ。おかしいね。13022304入ってるんですよ。 ちょっとあのー、ね、あ間合でもう一回言いますが、石丸の、えー、夜10時は3000、えー時えー、10時半は1万1000、夜の11時は1万2000で,で、今度もう一回いきますよ。蓮舫さんね、うんえー、夜の10時、えー、3000、夜の10時半1万1000、夜の11時1万2000、えー、夜のお、まあ、12時半に1万2126と、石丸だけなんかやけにあのー、ね、 ブーンと伸びてるんですけどあのこれ何がポイントかっていうとね夜の10時と夜の10時半と夜の11時石丸と蓮舫さんの伸びが同じなんですよ伸びっていうかあれこんな偶然あるわけねえよな機械を操作したんですよこれがあのここだけじゃないんであの調べて僕は分かったのはこの東久留米だけですけどおかしいでしょ普通に。 なんで夜の10時、10時半、11時と石丸と蓮舫さんが同じ動きを見せるんですかでこのもう訳はわかりませんけど、13022304って僕ちょっと数字が苦手ですけども、異常じゃないですか何これって僕思ったんですよ、うん。だから何を言ってんのかっていうと、石丸と蓮舫さんが同じ動きを見せたんですよ。これは何かっていうと機械を設定したんだろうな。うん。実際これ指摘したの僕だけじゃないんですよ。 今回の都知事選でやらら、れたと思っているる人いますからあずるね、うん。どうやってず,ずるったのかっていうことをあの調べたんですよ、多くの人たちが。で、その人たちの意見は僕も思うんですよ。それが、一言で言うとこういうことです。多くの開票所において、東京都知事選の蓮舫さんと石丸慎治のグラフの伸び方がそっくりうり二つになっていると、はい、機械を操作したな。もうこれが答えですよ。 同じになるわけないじゃない。せるわけでしょうん。だから、これっていうのは最初からもう仕組んであって、石丸と蓮舫さんを競うような形に見してるだけです。で、まあ、これに関してはいろいろ言われてますけど、明らかにこの集計百634が出てきたんだろうねえ。そうとしか思えないじゃないですか。だからあの言ってるんですよ。おかしいって。だから 8時で頭角をしてんのもおかしいしこのね10時10時半11時と同じ伸びを見せてるって何ですかって話、うん、茶番もいいところだな本当に別の時に言いますけど本当に蓮舫さんに失礼だよ頑張ってやってんのにで今もね、えー、この都知事選が終わった後、蓮舫さんを叩くじゃないですかどうかしてますよ本当に で僕はあのずっと思ってたんですよね。ね今回これも調べてね、ちょっと時間がかかってるところがあって申し訳ないんですが、おかしいことやってるわけでしょ。で、さって過去3回の土地戦もズルの疑いがあるんですよ。これってのは皆さんも聞いたことあると思うんですよ。別に僕が言ってるわけじゃないから。まあ、もっと言えば僕だけが言ってるわけじゃないからね。うん、誰がどこからどう考えてもこれズルった疑いが過去3回あって、えー、今回もまたズルするんだろうなと思うじゃないですか。 このズルっていうのはズルで大きなあ、ね、問題なんですよ。634なのか、せんべいなのか、総丸賞なのかあ、全部なのか、うん、いろいろ考えられるけどさ。で、このズルに関して何がおかしいのかって、ズルがおかしいんですよ。このね、不丸選挙、ズルですよ。選挙のズルおかしいでしょでも,うもう一つ大きなこれ問題なんですよ。マスコミは全く追及しません。なぜでしょうか。分かってるからだろ。だ前も、 都知事選の時ににお話ししまししまたたけど、マスコミがしたいよよ。うにしてるんですよだから小池百合子を勝たしたいから勝たしたいように誘導して蓮舫さんを落としたいから蓮舫さんを落とすように誘導してで当然ズル、うん、もう知ってても何も言わない、うん、だって知ってるんだか,らだからマスコミっていうのはそのズルを、ね、例えば悟られない役割ですよ マスコミってのは広告代理店、デンマルが後ろにいますけど、いろんなことをしてるんですよ。デンマ丸は今回ね、高い給料を通したいとえ、ずっと思ってたでしょうから、そのためにいろろなことをしていたね。うん。99.99% 99今回ずるしただろう。僕はそう思ってますよ。蓮舫さんが負けるのもおかしいし、こういったね、えー、石丸と蓮舫さんのこのね、えー、動きがおかしいわけよ数。数字の動きがね。うん。で、あの、もう今回の件で確信しましたけど、マスコミってのはもう話になりません。 最低クズもいいところでも、まあ、こういった話をすると皆さんそう思ってくださってる方もいらっしゃると思いますけど価値のないマスコミのクズ話を聞くよりよほど僕の話を聞いていた方がましです僕は別に好き嫌いってのはありますけどよりねこういった話をする時は調べてあのなるべく伝えられる限り客観的に伝えてるつもりなんですよ、まあ、正直人間ですから時に感情的になったり主観的になることがあって申し訳ないと思いますけど 別にそれだって理由がないわけじゃないんですよ。で、これね、いろいろ調べて分かったんですよ。多分僕、こういうことだと思います。少し前に、2024年4月に東京・中国の補選があったじゃないですか。あの時の形を多分使ったんですよね。で、当然誤解がないように言いますが、須藤元気さんというのはまともな人ですよ。須藤元気さんというのはまともに、えー、ね、えー、頑張ってされていたんですが、何を、まあ、踏襲したのかっていうと、須藤元気さんがね、 東,東京15区の補選で2位,2位になったじゃないですか。ああ、これ、こういうふうにして、競ってる形から2位にしたら、ね、人々がそれに、こう、なんか、踊るんじゃないかって、多分そんなことを考えたんじゃないですか。まあ、僕は634とせんべいと、総丸賞、あるいはマスコミをすべてグルだと思ってます。あの国民を踊らしてるんですよ。ふざけんなよって話だからね、マジで。 だから東京15区の補選の時に、えー、人々がどういうふにしたらね、えー、こう踊るのかっていうのをマスコミが事前にもう分かってるじゃないですか、サンプルとしてね。うん、だから2位の人間をどうやって、えー、当てがったらいいのかっていうことでやったんじゃないのふざけやがってさ、マジで。って思う人いるはずなんだけど、というかそう思わなかったらもう終わりなんですよ、今。 だから、過去にもそうだし、今回もお,おかしなことが起きたんですよね。おかしな投票、おかしな集計。うん。で、い,いろんなことを言う人がいて、まあ、皆さんはね、多分僕と同じ考えだと思うんで、あの、あれかもしれないんですけど、普通に考えてさ、8時に投格って出ないでしょうん。なんで出んのまあ、何も開けてないんだよ。わかるわけないじゃん。 出口調査で、デたらめですね。僕あの、ちょっと別の時に言おうかと思うんですけど、あの、多分これやってると思うんですよね。タクシーでね、あの、写すんですよ。あの、集計の箱を。あの、実はね、そのタクシーの中に全く違ったものが用意されて、えその全く違ったものを写した先に置いてる。その可能性だったら、ね、何するかわからないじゃないですか。634とね、えー、その、ま、あせんべい、まあ、あその、 タクシーに関しては多分、せんべいのつながりだと思うんですけど、せんべいかとうまるかなあのつながりがあって、そうまる賞が結託したりして、だからもう僕らにははっきり言って、うん、手に負えないし、まあ、最後に一つ切り札があるんで、それを切るしか僕たちはもうないんですよ。うん、何かっていうと、ねえー、タクシーで移、えー、すのかなあで ?8 時にさ、ああ当角を言うじゃないその時点ではまず何も分かってないわけよ。しかも今回は前見てると50人以上が出てるわけじゃん。分かるわけないじゃん。 で、移動して集計するのに時間かかるわけよ。で、この出口調査がどうのこうの、統計学がどうのこうのって違うんだよ。もうこうやって最初から誰を、ね、当選するのかっていうのを決めてるから、うん、実際そんな正直あの、都民の票なんて多分どうでもいいんだろう、うん。っていうふうにしてるんじゃないかと思う。だから頭にくるわけよ。で、それってのは安倍晋三の時からひどくなってんね。634が出てきた安倍の時からでしょ。 うん、だけど、安倍だけじゃないから、別に僕、安倍大嫌いだけどね、せんべいもあるからね、で、その、総ー省の関与も疑ってるっていうことを言ってる人がいて、そうかなと思うんですよね。まあ、自民党ってのは、選挙で勝つためには何でもやるからね、今回、小池百合子の背後に自民党がいたでしょ。うん、それやったんだよ。で、あの、なんだか知らないけど、自民党を支持しないって言いながら、あ小池百合子を支持する、あるいは小池百合子を支持しないんだったら、蓮舫さんしかいないわけでしょ。 で、あまあ、言いますけど、石丸も同じなわけさ。小池ゆる子と石丸真二の背後には東丸がいるわけよ。だどっちに転がったって同じなわけよ。その遠丸とかせんとかはない蓮舫さんしかいないわけじゃない。うん。っていう、あの考えれば当たり前のことなんだけどね。でも、そ,そう、まあ、ズルをしたのもあるし、全くそうならないおかしな現実があるわけよ。で、また今度はですね、えー、僕は自民党も小池ゆる子も大嫌いなんで、まるっきり支持しませんけど、 うん、自民党と小池百合子はね、えー、つながっていて、広告代理店デンマルがつながっているんですが、この利権政治があバレてはいけないんですよ。例えば、小池百合子と三井不動産とかね。うん、もしも、小池百合子が今回落選したら、三井不動産、あるいは広告代理店デンマルプロジェクションマッピングであるとか、ね、えー、その、神宮外苑再開発の、要するに利権政治、えー、黒い部分、闇の部分があね、全バレなわけよ。 蓮舫さんがあ土地になれたね。だから蓮舫さんになってもらわなきゃダメだったんだよ今回まあ最後にまだあの切り札があるからそれを考えますけどで、えー、どうしても蓮舫さんを落としたい小池合子を継続させそのためにマスコミ各社で丸が裏に回って、えー、ね、えー、いろんな再興をしたとそこに634も発動した、うん、で最初からこれってうのはあ考えられていたものであると思います。 あの石丸真二ってのは僕大嫌いだから言いますけど石丸真二の役割っていうのは分かってますからね蓮舫さんから票を切り,あの切り離すための要因です石丸と小池り子の背後に同じ者がいる安倍晋三、遠丸人脈がいるそしてマスコミを使って蓮舫さんを落とすっていうその誘導をしていたっていうことだから完全にズルですよズルでありそういった者たちのグルです じゃあ、僕たちは手がないのかって言って、そこでリスナー様がおっしゃっていただいたことがあって、ちょっと調べてみたんですよ。多分これじゃないかなと思うんですけど、リコールしたら変えられるんですよ。小池合子をリコールしたら、で、そのリコールの条件っていうのがあるんですが、2ヶ月で132万人の署名が必要なんですね。それで小池合子をやめさせるられるんですよ。これ必要でしょこれ必要だと思いますよ。で、おそらくこれをさせないために蓮舫さんを叩くんですが、 いやいや、そんなこと言ってる場合じゃないからね。どうにかして、こういける力うこれ、リコールで辞めさせる必要があるんですよ。だから、この2ヶ月間で132万人の署名が集まれば、辞めさせられるんで、まあ、僕はこのことを調べます。というか、調べてますど。どういうふうにしていいのかわからないところがありますけど。また、このことについて分かったらお話し,します。まあ、そもそも、もう皆さん思ってると思いますし、まあ、僕も今回思いましたけど、正直ね、あの今回の件でね、ちょっとがっかりしたんで、もう、なんていうのかな。日本のこの民主主義の崩壊っていうのに。 うんまあ、ただね、諦めずにこれからも分かる限り精一杯お伝えしていきますが、一言で言うとこういうことですよ。8時に締め切って8時に当選確実っておかしいでしょ、それだけ。だって中見てないんだから。あで、そのからくりがえ、その石丸と蓮舫さんの票を、要するに機械でねえ、一緒に操作していた可能性が高いってこと。僕は調べてて思いました。で、蓮舫さんにですね、このリコールでもそうですが、変えられたら、この東京の利権政治をどうにかできるんですよ。 小池になったら終わりですよ。もうなりましたけど。だこのリコールが最後の切り札かな。リコールで2ヶ月で132万人の署名が集まったら辞めさせられる。で、それで辞めさせられなかったら、あもう終わりでしょうね。これ、東京4年間か、東京都民の方が本当に厳しい経済的にもうどうにもならない状態になってしまうと。と、同時にですね、小池合子が勝ってしまったってことは、 今まで地方政治で、えーね、自民党が負け続けていたものに、今回ストップしてしまったんですよ。自民党が勝ってしまったってことです。自公政権の、ね、政権交代が遠のくっていう意味でもまずいんですよ。まあ、僕はそう思います。っていうことで、ちょっとこの東京都知事選ですね、いろいろ調べているんですけど、まあ難しいところもありまして、分かったところから順番に、あのね、精一杯お話していきますので、えー、今回はここで終わります。おかしいとしか思いません。僕はずっと思ってます。皆さんも多分そう思ってらっしゃると思います。 最後まで聞いていただきましてありがとうございました。失礼いたします。